それじゃあ、また放課後にね。うん、また後でね、つむぎちゃん。3階に教室があるつむぎさんと別れ、俺たちは2階にある2年の教室へと向かう。なんであんたとウイが一緒に登校してきてんのよ。しかもつむぎさんまで。見たぜ見たぜ、この色男、両手に花で登校とはやってくれるね。教室に入るなり、眉を吊り上げた日向と口元をにやつかせた大悟が詰め寄ってきた。おはよう、ひぶきちゃん、大悟。そんな二人の雰囲気を気にせず、普通に挨拶をするウイ。ある意味さすがである。つむぎさんはよろずよの従業員だからな。まさにその関係で顔合わせしてそのまま一緒に来たんだよ。で、ウイとは来る途中に偶然会ったというか。確かにつむぎさんは。ウイ、こいつの言ってること本当なの？うん、本当だよ。今日は何もなかったでしょうね。ねえよ。こう言ってるけど、どうなの、ウイ。なんでこっちのことは信用してくんねえんだ。うん、普通にお話ししながら来ただけだよ。そう、それならいいけど。いちいち確認すんなよ。それだけあんたの信用がないのよ。さあ、行くわよ、ウイ。チロリと人にらみつる。ひなたは俺の背中、ウイの背中を押して行ってしまった。やれやれだぜ。で、プレイボーイの次は色男かよ、大悟。そりゃあのつむぎ先輩と一緒に登校してきたらからかいたくもなるもんさ。あのってもしかして有名なのかな、つむぎさんって。そりゃ学園内で三子に入る美人だからな。人柄もいいし男女ともに人気が高いってなもんよ。まあそういうわけだから注意しろよ兄弟。あの人誰にでも分け隔てなく接するから、勘違いすると道化になるぜ。あー、なんかわかる気がする。まあつむぎ先輩の場合、本人以上に妹の存在が厄介なんだけどな。そう言って苦笑する大悟にクラスメイトから声がかかる。おっと、呼ばれてるんでまた後でな兄弟。ひらひらと手を振りながら大悟は呼びかけて奴の元へと行ってしまった。つむぎさんの妹ね。1年生に妹ってやつか、それとも外部のクラスメイトの方だろうか。それにしても厄介ってのは同級院ってだ。こら、お前らチャイム鳴ってるぞ。さっさと席に着かんか。大悟の言葉の意味を考えていると先生が教室へと入ってきた。そこで俺の受講は中断し、妹について思い返すことはなかった。で、転校2日目は大したトラブルもなく、あっという間に放課後を迎えた。ただし、日向がここについてきたことについては満足。兄弟、いいことを教えてやろう。米印はイケメンに限るって意味の時に使うんだぞ。そりゃ一部限定の使い方だろう。ねえ、カズくん、早く行こうよ。ああ、悪い。女の相手にしてる場合じゃなかったな。あ、こんなのって言うな。で、それ以前に俺っちも行くって話だろうが。うん、あんたが来るとうるさいだけだから来なくていいわよ。ひでぇ。泣き崩れる大悟であった。あ、やっぱりお前も来るのか。何よ、悪い。いや、別にいいけど、疲れそうだなとは思った。あ、言っておくけどさ、人のことをお前なんて気安く呼ばないでよね。分かったよ。じゃあ日向でいいか。慣れ慣れしく人の名前を呼ばないでよね。どうしようと。あれ、ひぶきちゃん、部活は？今日は休むって部長にはもう言ってあるから大丈夫よ。ああ、そうなんだ。放課後に一緒だなんて久しぶりだね。そうね、確かに久しぶりよね。変なのがいなければもっと良かったんだけど。ジロリと睨まれる。ところで、ひなたって何部なんだ？なんであんたなんかに教えなきゃいけないのよ。ごもっとも。じゃあ行こうぜ。うん。ひなたの視線をスルーしてみんなを逃すと、俺は先頭に立って教室を出た。その時、教室内から俺たちの話題が聞こえてくる。はっ、プレイボーイがウイを連れて出ていくわよ。でも
大吾のやつも一緒だぜ。まさかダブルデート。いや、大吾がいるからそれはないか。大吾も一緒でよかったぜ。それにしてもプレイボーイなんておめえはさっさと返上しないもんだ。そして昇降口を出たところで、つむぎさんが俺たちを待っている姿を見つけた。あ、カズマさん、ういちゃん。うん、つむぎさん、お待たせしました。お待たせ、つむぎちゃん。あら、いぶきちゃんに、みなびこくばる先生の。こんにちは、つむぎ先輩。チョリース、ダイゴス。そう、ダイゴくんね。二人も一緒に町案内へ行くのかしら。あ、はい、そうです。ええ、兄弟たっての頼みとあっちゃ、この南国原大吾、断る理由は見当たらねっすから。あんたは勝手についてくるって言い出しただけでしょ。それを言うならお前もなんだな、ひなた。で、言うとまた口論にされそうだし、やめておくか。しかし、まあ、ひなたのやつ、つむぎさんの相手に妙に緊張してるみたいで、どうしてた？ね、ずいぶん前に尊敬してるって言ってたよ。つむぎちゃんみたいになりたいんだって。なるほど、憧れの存在ってやつばっか。確かにあいつにないものだらけって感じがするしな。特に俺、ね、いや言っちゃダメだよしかしこうして落ち着いてみると、つむぎさん声でかいな。いいことだ、うん、さてそろそろ行きましょうか。はい。そういえばね、いぶきちゃん、カズくんの弟さん、あゆむくんって言うんだけど、すっごくかわいいんだよ。かわいいね。現外に所詮俺の弟だろってな態度でひなたが返す疑問符をかぶってるのも今のうちだぜ。あゆむを見たとき同じ態度を取れるかな。あら、ずいぶん挑戦的ね。兄としてどこに出しても恥ずかしくないくらいできた弟だからな。ブラコン入ってねえか、兄弟。うるせえ、入ってて悪いぞ。あゆむくんみたいな弟だったらその気持ちわかるな。ま、判断は本人に会ってからにさせてもらうわ。ふん、あれをならすひなたが。はじめまして、星野あゆむです。よろしくお願いします。余裕しゃくしゃくだったその表情は、あゆむを前にして見事に崩れ去る。どうした、ひなた。ちょっと、本当にこの子あんたの弟なの？実は血がつながっていないとかじゃないわけ？失礼なことを言うな。あんたが実の兄ってことの方がよっぽど失礼よ。散々な言われようだ。おお、こいつはなんというか、こんな可愛い子が女の子のわけがないってやつか、こりゃ。おっと、悪いな。俺っちは南国原大吾、カズマとは義兄弟のちぎりを交わした間柄だ。だから今日からは俺っちのこともお兄ちゃんって呼んで構わないんだぜ。口が腐るから呼ばなくていいぞ。こんなの大吾で十分だ。ひどっす。あ、よろしくお願いします、大吾さん。あと、あゆむはもう一人の初対面、初対面ひなたへと顔を向ける。私はひなた、いぶきよ。いぶきでいいわ。よろしくね、あゆむくん。はい、よろしくお願いします、いぶきさん。にっこりとひまわりのような笑みを浮かべる歩みに、ひなたは頬を緩ませる。こうして見ると可愛いと思うんだな、ひなた。さて、それじゃあ歩み、俺も聞きたいことがある。その子誰だ？俺は合流時から歩みの一歩後ろに立つ小柄な女の子を指す。うふふふ、どもどもはじめまして。あなたが星野のお兄さんですね。見た目はそこそこ、背は低めっと。な、まだ子供っぽい雰囲気が抜けてませんね。せっかく都会から来たってステータスがあるのに、これじゃあちょっと期待外れかな。な、
すごく失礼なこと言われてる気がするんだけど。もう、かさねちゃん、初対面なんだから失礼なことを言わないで、まずは挨拶をしなさい。はーい。え、つむぎさんの知り合い？かさねって確か。はじめまして、東堂かさねです。星野くんのクラスメイトで、そちらの麦姉の妹です。ああ、やっぱりそうだった。俺は星野一馬、よろしくな。知ってますよ。今噂の都会からやってきたプレイボーイですよね。不速攻でも噂になってんのかよ。もちろんですよ。笑みを浮かべ、指を立てる重ねちゃん。山彦町の誇る最新最速情報発信源たる私としては、こんな美味しいネタを広めずにはいられませんから。広めたの君かい。そういうやつなんだよこいつは。覚えてる。ところで重ねちゃん、どうして歩夢くんと一緒に？それはもちろん、面白そうなイベントがあるって聞いたからに決まってるじゃない。というわけで、私も同行ってことでよろしくですよ、お兄さん。ああ、半ば押し切られるように俺はうなずいてしまう。楽しみだわ。だが、まさに小悪魔といったその笑みを見た瞬間、俺はうなずいたことを後悔した。それじゃ、そろそろ出発しよっか。のんびりしてると日が暮れちゃうよ。そうね、行きましょう。みんな、はぐれないようにね。はーい。まるで引率の先生と生徒のようにやり取りをした後、俺たちはのんびりと歩きました。そして、そんな俺たちの様子を下校する他の生徒たちが、この珍しそうに見ていた。ここは、カズくんの通学路でもあるから、今更だろうけど、山彦町で唯一のコンビニだよ。営業は年中無休で、朝の7時から23時までね。なんという、7時11、7時11時のやつ。ノーソンだけど。最近は遅くまで空いてるようになったから、何か必要なものがあった時に助かるよね。ま、前は何時に閉まってたんだろうね、お兄ちゃん。恐るべし田舎の時間感覚。場所が場所だけに、彦南の生徒がよく使ってるな。彦南？山彦南学園、略して彦南って呼んでるんですよ。附属校ともどもそう呼ばれることが多いですね。なるほどな。僕も今日重ねちゃんから聞いたんだ。最初てっきり兜をかぶった猫かと思う。それ以上は言っちゃいかんぜ、歩む。はい。確かにちょっと聞き覚えがあるよね。なんかニュアンスが。汚い手で歩むくんに触らないでよ、バカ大吾。歩むのためを思ってのことだったのに。じゃ、行きましょうか。ここは住宅街よ。あんたには一生縁がない場所だから、金輪際近寄らないで。じゃあ何のために連れてきたんだよ。戦闘が多いなんだから仕方ないじゃない。それもそうか。で、どうして住宅街なんだ？この辺りに私たちの家があるんだよ。そうなんですか。この通りをまっすぐ行くと、私の家とつむぎちゃんたちの家があって、その先を曲がってしばらくするとダイゴンの家だよ。なんだ、ダイゴとは近所だったのか。ああ、ウインチから10分ってところだな。それ近所か。ノーソンの営業の時間で思った時間感覚の違いに気づき、時間に続き、今度は距離感で田舎を感じてしまうのだった。まあ、ちょっと近所ではないかもしれんけど、そんな遠くはない。ちなみに、いぶきちゃんの家はもっと南側なんだよ。そんなこと言わなくたっていいわよ。まあ、確かに聞いても何の役にも立たないよな。それじゃ、次は商店街に行こっか。住宅街に行けると、個人商店が連なっている通りに出た。山彦町のいわば、目抜き通りなんだろうけど、その横には正直寂しい眺めだと。ここは
引っ越してきた当日に通ってるわよね。うん、でもあの日は向かいの車ですぐに通り抜けちゃったから。それならもう知ってるってことはなさそうね。まず左手側だけど、ここが駄菓子屋で隣が花屋よ。その先が自転車屋、そば屋、定食屋が続いて、角はラーメン屋になってるわ。そこの角のラーメン屋がすっごいおすすめなんだよ。へえ、じゃあ今度食いに行ってみるか。うんうん。次に右手側だけど、ここが本屋さんで隣は酒屋さんね。その先角にあるのが八百屋さんよ。この塀も酒屋さんなんですか？ええ、やまびこ町の特産品でもある清酒を作っているのよ。あそこで店頭販売をしているの。老舗って感じがしますね。外観からしてそんな雰囲気がある。ちなみによろず屋で取り扱っているお酒はこちらで作ったものもあるのよ。まあ俺たちは飲めないけど関係ない感じですね。そうね。それにしても薬とまった後、つむぎさんは酒屋の中を作る。配達中かしら。どうかしたんですか？ここのお店の子が私の友達なのよ。いつも放課後は手伝いをしてるから、いたら紹介しようかなって思ったんだけど、今はいないみたいだし、また今度紹介するわね。はい、よろしくお願いします。いやー、やめといた方がいいぜ。ん？何ぶつくさ言ってんのよあんたは。いや、何でも。何でも。あれ？どうした？お兄ちゃん、ウイさんの姿が見当たらないんだけど。え、本当か？さっきまでいたのに、いつの間にいなくなってた。確かにウイの姿がいつの間にか見られなくなった。キョロキョロとあたりを見ますが、それらしき姿は見えない。ああ、ウイちゃんなら心配いらないわ。きっとあそこだと思うから。ですね。まったくウイったら。あそこ？あそこだよ、兄弟。大悟がクイクイッと指し示す、その方向を目で追うと、駄菓子屋？と口にしたところで、ウイが店先に出てくる。ウイ、勝手に離れないの。ごめん。舌を出して戻ってきたウイの手には大きなビニール袋が添えられていた。いっぱい買ってきたから、みんなで食べよう。ビニール袋の中には大量の駄菓子が入っていた。うめえ棒とか、うめえ棒とか、うめえ棒とか。って全部うめえ棒かよ。しかも全部チーズ味。おいしいよ。そういう問題じゃないし気がしたが、結局みんなで食べることにした。あのよ、俺っち思ったんだけどな。何よ。飲み物なしでひたすらうめえ棒ってきつくね。僕もそう思います。とりあえず駅前に移動しましょうか。あそこじゃないと自販機ありませんし。自販機すらないの商店街なのに。というわけで駅前にやってきた俺たちは、自販機でジュースを買って喉を押して一息つく。それにしてもこの前も思ったけど、全然人がいないね。お兄ちゃん、今は電車が来る時間じゃないから当たり前よ。いや、かさねちゃん、俺たちのいたとこは駅の周辺がそれ自体ちょっとした町になってるんだ。路線が交差する駅はそれだけで人が集まるからさ、朝から晩までずっと人の波が途切れないくらい。人の波って学校のみんなが同じ場所にいるみたいな感じ？いや、そんなもんじゃないって。一日に何万って人が駅を利用するんだよね。何万？それってやまびこ町の人口より多いよ、カズくん。ちなみにやまびこ町の人口は約9000人ですよ。なるほど、それは日向の海も驚くわけだ。何万人も駅に集まるなんて想像できないよ。いや、さすがに同時に何万も人が集まるわけじゃないぞ。お祭りの人混みみたいなものかしら、あゆむくん。あ、はい、そんな感じだと思います。へえ、すごいんだね。そんなところに行ったら私迷子になっちゃいそう。
そうかもな。笑いながら駅舎を眺めてみる。人気のない建物を見てると山彦町と都会におけるあり方の違いを感じる。ただの移動手段と人や施設の集まるところ、その用途の違いが駅周辺の景色に如実に現れていた。さーて、喉も十分潤ったことだし、お次はどこに行くんだ？どこにしよっか。公園から小玉神社へのコースでいいんじゃないですか。そこからよろず湯まで戻ればちょうど町内一周ですし。そうね、私はかさねちゃんの意見に賛成かな。つむぎさんの言葉に他の面々もつく。それじゃ出発。ウイと並んで先頭に立って歩き出すと、他のみんなもおしゃべりをしつつ